皆様こんにちは、ゴンダマンです。フレックスのリノカブランドから新たに立ち上がりましたこちらのユーロボックス、概要欄にねユーロボックス検索できる URL 貼っておりますので、ぜひ皆様チェックしてみてください。今回はタイトルにあるように、いやユーロボックスで車中泊とかアウトドアとか楽しめるのかといったところについてお話を進めていこうと思います。今回ありったけの私物を用意しました。こちらのユーロボックスの車内紹介と、実際に荷物を積んでみてどのぐらいのゆとりがあるかっていったところをご紹介できればと思います。それではやっていきます。お、鍵が差しっぱなしだった。よいしょ。運転席周りこのような状態でございます。外装でねユーロボックスすごく特徴的で雰囲気のある車だなって思われるかもしれませんが、内装はやっぱりプロボックス、どこまでもプロボックスでございます。本当に特別な機能はもう何もない。このメーター周りに関してもスピード計ですね、真ん中にピタッと一つだけあるだけで大きな特徴がない、そんな車でございます。必要最低限が揃っている無駄のない車っていうんですかね、何もないことがメリットの車、それがプロボックスなのかなと思います。見てくださいよこの机、なんて実用的なんだと。面白いですよね本当、今時の車じゃないというか昔から変わらないデザインなんですけども、なんて言うんですかね、一周回って新しいみたいな感じがしますね。最近だと車でテレワークされる方だとか、車中泊、車で衣食住を完結される方もちらほらと現れておりますので、そういった方たちにとっては本当にすごく簡素な内装で使いやすさっていったところのステータスがぶっちぎりで高いこのプロボックス、面白いのかなと思います。僕はこういったシンプルな内装すごく好きですね。こういった机がついてるのってすごく特徴的ですよね。やっぱりこういった弁当箱が似合うのかなと思います。どうですかプロボックス、ここ弁当置けますね。なんか吉牛とかね、そういったものが似合いそうな感じがします。もうどこまでも本当に実用的。ここのねレジ袋のフックとかちょっと見えづらいかもしれないんですけども、あとここのボックスなんですけど、こうやってね1リッターの牛乳パックとか、ああいったものが差し込めるようなドリンクホルダーも設置されてます。もう本当にねびっくりするほどシンプルな作りでございます。頭の空間こんな感じでございます。僕身長1m86cm、 座高がね1メートルオーバーっていう、すごく足が短くて座高が高い体格でございますが、頭の空間はねそんなに窮屈じゃないです。足元もすごい広々としてます。まあ運転席周りはねこの辺りにしておきまして、やっぱ気になるのはねリア空間ですので、今回のメインテーマ進めていこうと思います。ユーロボックスのリア空間ご紹介したいと思います。ユーロボックスというか、まあ内装自体はプロボックスですのですごくシンプルでございます。もう本当にどこまでもプロボックスというか何もないですね。この鉄板がむき出しの感じとかもやっぱり商用車っていう感じはしますし、 DIY 心をくすぐられるというか、そのような車内でございます。まあ、ちょっと内装をねフルフラットにしてみて、どのぐらい広くなるかっていったところをチェックしていきたいと思います。プロボックスのリアハッチ空間を、まあ、フルフラットというか平らな状態に持っていくためには少し技が必要でして、そちらをご紹介させていただこうと思います。まず、室内覗き込むと、こちらセカンド空間ですね。こちらの部分にこのような引っ張れる部分が飛び出ております。ここを引っ張ることによってシートが簡単にこのように前に飛び出します。そうするとこんな感じですね。こちらのヘッドレスト外していきます。ちなみにこのヘッドレスト、グレードによっては取り付いていないモデルもございます。上位機種のプロボックス、今回サクシードですけども、グレードですとこのようなヘッドレストが分割でついておりますと。よいしょ。でこの状態で初めてこのヘッドレストの横側の紐を引っ張った上でこうやって前に倒すことができますと。こんな感じですね。この状態にしていただくとこのような広大なスペースが手に入りますと。皆様いかがでしょうか。こちらがプロボックスのセカンドシートを倒した状態でございます。業者さんがよく使用されている空間というのはこのようなスタイルになると思います。セカンドシートの起こした部分が荷物のストッパーとなってご使用いただけるので、かなり使い勝手がいい、そんな車内でございます。もう本当に何もなくてすごい魅力的ですよね。めちゃくちゃ広いな。ただしかしこの状態だと荷室空間、荷物を置けるスペースっていうのがかなり限られてくるので、長物だとかがここで突っ張ってしまいますよね。これ以上に広くする方法もございます。よいしょ。またシートを起こしていただいて、一旦シート戻します。でそうしましたらこの部分ですね、バックルがついてます。反対側もついてますので
こちらも外して合計2つで、この状態で、上に持ち上げていただくと、この手前側がなんと外れます。これ驚きですよね。外れるんですよ。こんな感じで外れます。この状態にしていただくと、倒していただいた際に壁となるものがなくなりますので、より広く車内を使うことができます。この状態がプロボックスの車内を目いっぱい広く使う上では一番魅力的なレイアウトなのかなと思います。はい、ということで、まあ、僕が今持ち込んだ荷物によって何をゴンダマンはしようとしてるのかバレてしまったと思うんですけど、え、待って、座れる、普通に座れる、僕があぐらをかいても全然座り込める、そんな車内でございます。リアハッチもね、この真上にルームランプのベース台があるので明かりにも困らないのかなと思います。室内光が一番深い部分ですと92センチぐらいあります。結構安心できる車内の広さですよね。先ほどセカンドシートの座面の部分を外しましたが、その部分が仮にあったとして、その位置からリアハッチのこのゴムパッキンですかね、ほんとギリギリの部分まで見ると182センチあります。運転席助手席のシートを一番前まで出しているので、そこにメジャーを合わせると2メーター8センチぐらいありますね。なかなかの室内スペースでございます。いやー、まさか車の中で寝袋を開くことになるとは。このようにしていただくと、わ、すごいな、全然車中泊できる、車の中で寝れる広さがあります。いや、すごい広いですよね。この足の空間すごく重要で、自分の身長が186センチだったとしても寝っ転がった時って足首のところがダラーンって伸びるじゃないですか。なので実際はこの足の長さ、今僕27センチなんですけど、186センチからまあ大体27の半分の 13.5 ぐらい足した長さ、2メーター弱がないと快適に寝ることってできないんですよ。今回のこのサクシードプロボックスに関しては、まあ足元までね、かなりゆとりがあるので全然気兼ねなく出れます。この手伸ばしても全然余裕っていうのがすごく楽です。まあ大人3人ぐらいだったら全然寝れるのかなと思います。すごいな、ここにね毛布なんかあるので、こんな感じで全然車中泊も行えますね。お疲れだ。はい、とりあえず車中泊仕様っていう形でプロボックスの室内空間をアレンジしてみました。いや、なかなかねこれがいけるものでして、広いんですよね、なかなか。でこの今僕が座っている部分も、このリアハッチの開口具こそ高さが86センチほどと狭いんですけども、ハッチバックタイプなので扉が大きく上に開くんですね。なので座った状態でここの天井の空間が屋根みたいな形になって包み込まれているような状態になるので、見た目以上に広く感じます。すごく拡張性のある間口といいますか、まあ、荷物をよく積み込むっていったね、そういう機能を活かせるような作りになっているなと思いました。元イラゴサーファーっていうことで、バケツとねポリタンク、僕灯油タンク使ってたので今回これを積み込んでいきたいと思います。やっぱり余裕ありますよね、この状態でも全然余裕あります。続いて車載冷蔵庫、こういったものも積み込んでいきます。よいしょ。ああ、まあ全然積み込めますね。うん、ウェットスーツに見立ててウェーダーをかけていきます。うん、まあ余裕だよね、全然普通にかかりますと。はい、そしてサーフボードですね、まあ、これも全然運転席助手席の間に差し込めると。あ、これすごいな、全然入る。わ、すごい、あ、これすごいな、ちょっと写真撮ろう、すごいね。わ、すごいすごい、撮影どころじゃないよこれは。全然積み込めた。あ、全然いけるな、これは余裕がありますね。今こんな感じで僕の中でまあでかいかなって言えるような荷物を全部積み込みました。サーフボード、あと車載冷蔵庫、バケツ、ポリタンクですね、あとウェットスーツに見立ててこちらにウェーダーを積み込みました。がしかし、結構余裕あります。僕が今、信頼として準備しているこの寝袋の空間も全然余裕で準備できていますので、車中泊を行った上で荷物もがっつり積み込んでこちらのユーロボックスで旅に出るっていうことは可能なのかなと思います。すごいなこれ。まだこの足元だとかも空いているので、この空間に汚れ物の靴だとか置くことも可能ですし、プロボックス鉄板むき出しっていうところもあるので、こういったところにマグネット等を取り付ければ収納力っていったところもどんどん拡張できるのかなと思います。
今回こちらのユーロボックスで、ユーロボックスというかプロボックスでですね、車中泊だとかキャンプを楽しむことはできるのか疑似体験しましたが、全然いけそうです。すごい素で驚きました。まあ、荷物を置いただけではありますが、全然いけるのかなと僕は感じました。機会があればこのような車両で実際にサーフィンだとか釣りだとか行ってみて、どのぐらい余裕があるかっていったところをチェックしてみたいと思います。それではこちらの動画が参考になった、良かったよと感じていただけた方は、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バッ。